2009年4月26日 NHK ホール。この日、ライブ終了後にメンバーたちと観客を驚愕させる事実が AKB48 のスタッフサイドから発表されました。次回8月26日発売の新曲の選抜に関しまして、ファンの皆様に決めていただく AKB48 総選挙を開催することにしました。 AKB48 13th シングル選抜総選挙、全てのメンバーに選抜のチャンスがあります。5月中旬よりこうして選挙戦の幕は切って落とされたのです。インターネットや劇場などで流します。選挙開催宣言以降、メンバーおのおのの選挙活動が始まりました。 AKB48 は SKE48 研究生などを含め総勢98名。今回はその全てのメンバーに選抜のチャンスがあり、ファン投票によって選ばれた上位21名が新曲の選抜メンバーとして決定します。そのためメンバーは自分が選んでもらえるよう、それぞれ思い思いにキャッチコピーを考え、演説のコメントを考え、ファンにアピールしてきました。 AKB48 に注目している人たちはこの選抜総選挙についてこう語ります。やっぱこの見どころっていうのは、やっぱ保守 VS 革新だと思うんですよね。いつもメインを張ってるメンバーってものすごく強いんですね。だからそこはそうそう動かないと思うんですよ。新しいメンバーがいかに崩していくか、そこが見どころだと思うし、そこがすごい楽しみですけどね。個人的にはですよ、番組で、頑張ってくれているバラエティ班のメンバーになるだけ食い込んでくれたら面白いと思うし、曲の投票は今まであったんですけれども、メンバーに対する投票、人気投票は今までなかったので、まあ、固定化されたメンバー、選抜メンバーにとってはいい刺激になるし、注目すべきところは21位、22位とか30位、31位の当落線上で思わぬメンバーが入ってきてすごい盛り上がるとか、そういうところがきっと楽しめるんじゃないかなと思います。実際これってもう本当に賭けねなしで、いわゆるこうファンの人たちからの声を集めてしまうってなると、今実力主義社会とかって言われてますけど、まあアイドルというグループにもその厳しさっていうのをやっぱり今回、まあ、注入するという部分では、もうただアイドルだけでは済まないぞと、なんかそういう厳しさを垣間見る多分企画かなと思いますね。チーム K 小林香奈、立原里乃、片山遥香、新規生小森美香、新生若林智香。1位から30位までの結果が入っております。 AKB48 チーム K 倉持飛鳥、皆さんのおかげで、選抜に入ることができて本当に嬉しいです。本当に皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。私の夢は AKB48 に入って選抜に選ばれることでした。選抜に入れてもらえてはいましたけど、全然自信がなくて。
松井玲奈、おめでとう。米澤瑠美、おめでとう。秋元才加、どんな結果であろうとも自分をしっかり受け止めて、いい方向に持っていくことがすごく大事なことだと思っていたので。第8位、佐藤亜美奈。皆さんにお任せるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、本当に皆さんのおかげで本当に私、本当に本当に嬉しいです。ポーカーフェイスのマリコがちょっと泣いてるだけで、ちょっと私もちょっとぐっときちゃうんですけども、皆さん、私の背中をこれからも押してください。よろしくお願いします。おめでとう。 AKB48 サーティンスシングル選抜総選挙栄えあるトップ当選は、AKB48 チーム A、 前田敦子。48に、自分の人生を捧げるというのを決めているので、これからも AKB48 をよろしくお願いします。本当に18位というこの、ね、順位を心に刻んで、もっともっと良くなっていけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。もう何も考えられなかったんで、座ってる時とかも選んでも全然、もうありがとうしか言えなかったです。プレッシャーというものはすごい感じます。でもここからだなって思うので、もっともっと上を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、行きます。 AKB48